強い女の人が好きなんですかね。あ、そうなんかなと最近思いますね僕は。あんまりなんかこうぶりっ子な感じの女の人とかは受け付けなくて、なんか声を変えてる感じの女の人っているじゃないですか。ああいう感じの人が苦手で、いやなんかどうせそういうこと思ってんねやろなみたいな、こういう風に思ってんちゃうみたいな、こう勝手に考えてしまうんで、逆に強い人ってなんかこう、まあその男の人にしてもそうなんですけど、なんかこう曲がったことが嫌いみたいなとか、なんかそういう人の方が僕的には好きなんで、女性的にもそういう感じの人ができれば、なんかジーパンにタンクトップでタトゥー入ってる感じの女の人がすごい好きですね。